るスペースあってもあと残り全員おじさんやったら狭い。おじさん6の全幅よ、うん、きつい。皆さんこんにちは。本日も快調に揺れております。全幅、いや別に電車の話したいんじゃなくてですね、まあ、前回の動画でトヨタは、まあ、ランドクルーザーは3つのステータス、ね、与えてくれましたと。どれを選ぶかは、ね、乗り手の問題で、うん、ステーションワゴン、ライトデューティー、ヘビーデューティーで3つあるというところなんですが、どうしても言いたい全幅っていうね、全幅についてね、まあ最終的に70に落ち着くんで、そこはご了承ください、まあね、公式でサイズも発表されたのかな、250の、
とか一番長いんじゃないですかね、確か。ちょっと正式には分かりませんが、まあ、ホイールベースが長いとどういうことか、うん、小回り効かないっていうね、まあ小回り、以前ね、小回り効きますよ70っていう話を動画でちょっと触れたら、いやいや最小回転半径がっていうコメントいただいた方もいたんですけれども、もうおっしゃる通りで、そもそもランクルは小回りは効きません、うん、全部全部というかね、うん、まあ小回りを効かす車じゃないんで、そもそもが、うん、道なき道を行く荷物と人を届けて、そして元通りに帰ってくるっていうね、そういう宿命を背負った車なんで、別に小回りが効かないよねっていうことが目的で作られてないですから、うん、そうなってくると日本にはちょっと合わない企画なのかもしれません。一番活躍してるのは海外なんでね、言わずもがな。まあそれはちょっと一旦置いときましょう。小回りが効くっていう車はもう K とかですから、確か一番ちっちゃな K で最小回転半径が 4.4 とかあると思うんですね。その最小回転半径っていうのはハンドルをグッて目いっぱい切った時の外側のタイヤが描く円のことなんですよ、まあ、それがすなわち小回りになってくるんですけど、ランクル200、300で最小回転半径は 5.9 だったはずです、うん、そう 5.9 で全幅1980、これはねなかなかでございます。タクシー行くね、うん、まあ自分の経験談体験談で言いますと、まあ、200も同じなんですよね。 5.9 の全幅1980で、どういうことが起こるかというと、ほんと切り返して切り返して止めにくいっていう、これはもう否めません、ね、うん、何度も言うようですけど、ランクルは砂漠を突っ切る車ですから、砂漠限定ではないんですけど、うん、それでいいんですよ、それだけでいいんです、うん、どんな道、どんな過酷な道でも生きて帰ってこれるっていうことがコンセプトなんで、別に小さな、ね、時間貸し駐車場に停めることを目的にしてませんから、うん、ただ通勤で乗るとかね、まあ、レジャーで使う、通勤で使う、まあ、前の動画でも触れましたけど、どういう道をルートとして走るのか、雄大な大地なのか、自分は通勤で乗ってましたので、車を入れたり出したりね、寄せたり、があったんで、やっぱりそんなに広く区画取ってくれてるところばっかりじゃないんで、ね、そういう時に限って1個しか空いてなかったりするわけなんですよね。あ、1個空いてる、見てもこれ入れられないわ、で入れにくさから違う駐車場を探したりとか、多分大きな車乗られてる方経験あろうかと思います。で本当は端っこ止めたいんですよね、ぶつけられたくないから端っこ止めたいんですけど、なかなか端っこ都合よく空いてませんし、ちっちゃな駐車場だったらもう白線ギリギリとかね、で空いてるけれども、そういう時に限って横ビッツがもう白線上に止まってたりして、うわもう降りられないって言って回避したりとか、そう止めにくいんですよ1980という壁。
ームセンターとかお尻同士がこう向かい合ってる、はみ出してこないかな後ろとか、実際に薬局とかね、妻と買い物に行っては横、おそらく大場さんのビッツ、めっちゃ狭いなこっち、じゃあ乗って待ってよっかってね、乗ってますよ横っていうアピール、別にエンジンつけてないですけどアピールしてるんですよ。で、まあ、ぶつけないでくれよっていう現れなんですけど、なのにぶつけてきたことあります。と、あ、すいませんみたいな、うー、当てんといてって感じなんですけど、それでも当てられるんですよね。まあ傷ついてなかったんで、もうね、すべて許しておりますけれども、なのでぶつけられたくないから端っこ止めたい。でやっぱり横同士狭かったらドアパンチされるんじゃないか、されたからといって文句も言えないなっていうところがありました。で実際乗っててもぶつけられたことありますし、と、あ、すいません、すいませんです、済むと思っております、おばあちゃんは、とか。で70は、最小回転半径が 6.1 だったはずですね。なんでちょっとあるんですよ、300に比べて。確かただ全幅がないから横がこっそりしてますから止めやすいんですね。結局は収まりの問題やと自分は思ってるんで、なので70に乗り換えて小回りの利くという錯覚になってます。まあ 5.細かなところをわざわざこうモニ
ター切り替えて見て見ながら走ったりね、慣れてくるとしないんですよねっていう横着と油断でちょっと擦ってしまうっていうのが、あれなんで、ちゃんと見る人はもうちゃんと見るんですけど、擦る時って油断と横着と、焦りになんでね、Pスイッチもソナーがあってね、前後200乗ってて、スイッチ入れておけばピッ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 ね、ですよってなったらピッ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 ってなるんですよ、駐車場止めるときに。でも200止めるときは基本ピッ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 って永遠になるんで、もう結局スイッチ切るんです。優れた機能かのようなんですけど、安全に配慮されてる、教えてくれる機能なんですけど、結局体がでかかったらずっと近いんですよね、周りがってなってくるんで、逆選択というかね、実際につけられてみたらいいと思いますけど、ずっと鳴ってたらうるさいから結局切ると思いますよ、それは。だから何が言いたいのかっていうと、何もなくても不便じゃないっていう。ね、レーダークルーズコントロールなかったらとか、レーンアシストあったらなとか、なかったらないなりに不便じゃないってね、自分で注意して運転しますし、疲れたら止まりますしっていうだけなんでね。何もない、内装がシンプル、ちょっとレトロだとかね、250もそんなに、言うてゴージャスではないですよね。ゴージャスさを求めたらもうレクサス RX とかの方がいいですし、ステーションワゴンの方がいいですし、内装がチャチいいんじゃなくて、シンプルで無駄な機能が一切ないんだっていう考え方にならないときついですね。内装がしょぼいからちょっと嫌だなっていう人は、そもそも70を手にしない方がいいと思います。再再販の70は、再販の70とほぼ一緒ですよね。ここが変わったぐらいです。